のちょうど車の中で酔っちゃったんだ。初めてなんですけど、だからパパはまだあの車って言ったら走るんですけど、もう面白いかもしれないから、もう酔っててて汚されるから気をつけて。いや全然、もうルナちゃんがゲロもうゲロで汚れてます。ルナちゃんもうなんか黄昏れてる。ルナちゃん何歳なんでしたっけ？推定ですけど、今3歳です、ね。3歳、若いんだ。沖縄から来たんですよね。あ、そうです、そうです。沖縄からどうやって来たんですか？飛行機で来たんですか？あ、そうです、そうです。お父さんが、はい、沖縄の保護団体さんが提携してる保護団体さんが東京にあって、あ、で、あの空輸でやってきて、ボランティアさんが連れてきてくれて、会ったのは東京に来てからで、すごい。で、あのインスタグラムにルナちゃんが一回あの保護されて里親さんのところに行ってたんですね、はい、でそこであの多分1ヶ月ちょっとぐらい一緒にあの生活されてて、へー、そのインスタグラムを見てあの可愛いなと思って。ルナちゃん、いいな、抱っこする？抱っこしない？やぶ？ルナに近づくとちょっと距離置かれるって怖いよね。そう、若い男の人がなんかおじさん大丈夫、あのおじさんなんで、あの怖がれると若い人認定されたってことで怖がっていいよ。ルナ、おいで。おじさんだね、嫌いだね。目合わせないようにしてんの？怖いね。どうなの？でも来てどれぐらい経つんですか？もう1年半ぐらいですね。あ、そうですか。あのルナちゃんに初めて会ってなんか。やっぱまだちょっといろいろ怖いんですか？まだ可愛い。今多分あの女性の方とか大好きなんで。あ、そうなんですね。汚れちゃうよ、いつも。ここすごいよ、大丈夫。帰りの方向だ。かわいい。そう、茅ヶ崎並んでボロンボロンしてたら、うちの子と可愛そうですね。かわいい。楽しいの？よかったね。よかった。やっと慣れてきたな。慣れたの？いつもバッグを隠れ身にしてね。ママが好きだな。
かわいい。よかったね。そうですか。かわいい。そうだね。楽しくなっちゃってるの。かわいいよ。相変わらずすっかり飽きちゃう基地。あ、こんにちは。こんにちは。来た来た、ママ来た。あ、すごい喜んでる。可愛い。すごい喜んでる。あ、汚いね、ごめんね。もう全部棒好きだし。みんな好きだから。じゃあ2人で鑑定。